こんにちは。a Amazon サポーター、堀秀です。日本アマゾンセラーアカウント登録。日本アマゾンへセラーアカウント登録するメリット3つ。1つ。成功体験を早く詰める。FBA を使うと不要品がお金になります。それを数日で体験できます。早めに成功体験をするのは継続するモチベーションを得る最良の方法です。2つ。 日本語なので簡単に登録できます。次に控えるオーストラーアマゾンのセラーアカウント登録がより簡単になります。3つ。日本アマゾンはサポートを受けてもペナルティを受ける心配がないです。ガイドラインに書いてあることを質問したり、確認してもペナルティがないのは人件費の安い日本アマゾンだけです。日本アマゾンへセラー登録する書類の確認。 このような書類が必要になります。まあ日本語なんでね、えー、簡単にわかりますし、これでいいんでしょうかという形でね、日本アマゾンに質問するのも大丈夫です。そして書類の要件も、まあ当然ね、えー、日本語なんでわかりやすいです。で、これ海外の書類だとね、えー、アメリカとかオーストラリアの登録だと、海外の書類ってね、日本にある書類と全然違うんで、わかりにくかったりしますんで、むしろ日本のセラーアカウントをはじめに登録して、 え、それにグローバルセリングでね、え、オーストラリアをくっつけるというのがね、え、やっぱりサポートを受けずにマニュアルだけでやっていく一番、え、確実な方法なんだろうなというふうに考えられます。こちら、アマゾンのね、本人確認の必要書類、アマゾンへのリンクですで。出品プラン、小口プランと大口プランあるんですけど、これね、え、大口一択です。というのも、検索結果の上位や、 商品、詳細ページに商品を掲載するというのはね、も、ま、う、あ、大口しかゆぐしてませんって、はっきり歌ってますし、もう、不用品をちょっと売って終わりじゃなくてね、えー、少なくとも月10万なり、あるいはね、本業以上の月30万、もしかすると月100万円以上というね、えー、利益を狙って Amazon 出を始めるわけなんで、まあ、これはもう、小口プランじゃなくて大口プランで登録してください。 大口の方が検索とカート取得上有利です。複数の国のセラーアカウントを持つと、毎月の基本手数料が気になります。でもご安心ください。複数の国,数の,国のセラーアカウントを持っても、最高 39.99US ドルの月額基本料になるグローバルセリングアカウントという制度があります。これについてはね、また別な記事の方で、あるいは動画の方で説明させていただきます。ということで。 まずは、日本アマゾンのセラーアカウントを使って、手元にある不要不要を売って、アマゾンに慣れて、そして、物を売ってお金にしましょう。アマゾン一サポーター、堀秀夫でした。